白グリーン系のちょっと素敵で豪華な花束を作っていきたいと思います、では早速いってみましょう。どうぞ。はい、今日はですねちょっとこういう実物、これブルーベリーなんですけど、実物の枝をも入れていきたいと思います。まずブルーベリーの枝でちょっとこうグリーンがね出すぎてるところで、こうなんだろうな、ちょっとこう枝が何もない枝があったりとかするのをこうカットしたり、でこの綺麗にこの枝を整えていきます。相手になっていくというか、もう他の花がユリだったりこういうドルコヒキョウだったりするので、ちょっとねそれに合わせてこの枝物を使うときは少しその枝物もさばいておきます。まあ、今回はこの実をメインに使っていくので、こう実をね強調させるようにさばいていきます。こんなような状態ですね。そしたらこのハランですね、ハランをこう丸めてホッチキスで留めるものを作ります。こういう状態ですね。はい、はい、こちら丸めたハランと、まあ、丸めてないハランもねこの辺で用意しておきます。今日使う花材はこの白いドルコキキョウ、それからグリーンのドルコキキョウ、あとユリとこのファレのですねコジョランですね、これ、まあ、全部ではないんですけど使っていきます。あとごめんなさい、このリキュウソウも使っていきます。はい、ではこれから花束を作っていきます。はい、まずはですねブルーベリーを持ちましょう。まあこういう硬いものから持っていきます。まあ、次にこう大きいですね、ユリ、これをこうはめ込んでいきます。もう一個ユリ、この必然的にもう大きいものをボンボンって入れるとこう間が空いてるのが分かりますね。でこの間にトルコヒョウとかを入れていきます。まあ、その時にこう咲いてる指とかを傷つけないように気をつけて作っていきましょう。こういうふうにこういうふうに作っていきますね。ですからある程度入れたらこういう丸めた、先ほど丸めた花とかをこの間にこういうふうにかましていきます。まあ、要するにこのなんか真ん中の辺にちょっと力をつけていくんですよね、こういうもので。花だけだとどうしても弱くなります。こう葉っぱが入ることによって、丸めた葉っぱが入ることによってこう花束がちょっと強くなるのが分かります。イメージが強くなるんですね。長い波乱とかは後ろ側に持ってこう流すような感じで使っていきます。でグリーンのトルコヒョウも入れていきます。もうこれ白いトルコとグリーンのトルコはある意味こう交互に入れていくような感じになります。はい、こういう感じです、そしたらこの花瓶をまたこう入れて後ろ側に入れて、この花瓶はちょっと長めにこう流す感じですね、流す感じを作ります。丸めた花瓶は根元を締めます。これで今流す感じだったんですけど、
変更します。反対側を見せていく。そのままなんかかっこいいです。こう反対側を見せていきます。なんかね、やっぱり花束とかもデザインって生きてるもんなんで、途中で変動することっていっぱいあるんですよ。こうです。そしたらここで、ここに胡蝶蘭を入れていきますね。このように胡蝶蘭を入れていきます。はい、いいですか。そして最後にこの利休層を入れて動きを出します。ちょっと大きくて見えないんで、後ほど利休層を入れた図を完成させてみます。こんな感じです。はい、こちらの花束はいかがだったでしょうか。なかなか豪華な迫力のある花束が出来上がりましたね。ではまた次回素敵な花束やアニメメントを紹介していきたいと思います。またお会いしましょう。 See you next time.